ロシアのウクライナ侵攻が国連のオリンピック休戦決議違反との批判が上がる中、中国・北京でパラリンピックの聖火リレーが始まりました。聖火リレーはこちら北京市内の盲学校など今朝から4カ所で同時にスタートします。聖火リレーは2日から3日間北京と河北省の張家口で行われます。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり IOC 国際オリンピック委員会と IPC 国際パラリンピック委員会はオリンピック休戦の国連決議に違反したとして非難する声明を発表しています。 IPC はロシア・ベラルーシ両国選手の扱いを2日に行う理事会で協議する予定です。